はい、ケンケンです。ちょっと体調を崩してしまいましたが、ラムショー終わって、どこですかここ。ここどこですか。ノースハリウッド。ノースハリウッド、ノースハリウッド、アンプショップに行きました。どちらかというとベースの方に力が入ってるベースで、はい、あ、そうなんですね。アンプショップ行ってみましょう。おお、なんかいいっすね、アメリカンな感じがもういきなり。おお、全然品揃えのなんかバラバラっすね。なんかこっちに持ってる。おお、ほんとだ、値段書いてないパターンか。そうです。なんかアメリカって値段書いてない。そうです、あの箱に書いてる。なるほど、値段わかんないとちょっと検討できるかもわかんないからな。で、基本的に、はい、日本に置いてる品揃えと同じものがあって、はいはいはい、その中からたまにコロッて混ざってるやつを探してみて、例えば今だとこれ、はい、グヤトーンとかあんまり見ないじゃないですか。ああ、なるほど、うん、そういうの探して狙っていくと。あ、懐かしい、このパープルフェイス消えない。懐かしいなちょっと胸熱なものが。まず見ないからね。これは確かにちょっとなんか90年代ぐらいの感じですか、ね、ブローディーマリーとか。あとまあ好きな人は欲しい人いるかもね。オクタファーズ、おスラッシュの、へえ。GB10 よ。これはいつのやつなんですか。最近のやつ。いやいや、すごい好き、すげえ前。結構やっぱ本当にベースメインな感じですね。あっ、本当はソニックディストーションかな。そうね、 SD-1 とヴィンテージ D シューが結構分かりづらいんですよね、うん、分かんない多分とつけるしかないっていう。確かに、おベースなの。ビッグジョークライベイビーとかってよくわかんない。ビッグジョークライベイビー、筐体めっちゃでかそうな。あ、ほんとだ、へぇ、おいしい。いや、俺もそうなのかな。初めてや。ちょマイクよう日本でもありましたよ、これ。オーディクスじゃないか、うん、モニタースピーカー。いやー、値段が書いてないからな。ここそんな、あ、いや、あ、いや大丈夫ですよ。安いかどうかが分かんないっすね。これって昔だったらクソみたいなんじゃないけど、今また高いの。いや、今高いっすよこれ。え、そう、70年代っすね。79年とか誰が買うねん、こんな石みたいな。こうやって入って持っていいんすか。いや、あかんじゃん、レジやから。雪言えば出してくれるな。ああ、あとこっちはね、これ競技なんでしょ。これ新しいですよ、このジャズ。これ新しい、そうですね、ジャズマスター。こっちは79年かなんかの。多分そうですね。倒れてきたら死にそうな。見て、日本が誇るフェルナンデス。おお、戦後だ。大して言うものないと思うよ、ギター。そうっすね、ベースが好きやから。ベースに関しては、うん、あの人一生懸命。でもこう逆に掘り出し物がポロンとないですかね。さりげなく、そうそう、さりげなく。ジェームス・ラッサルとかな、うん、そうそうそう。興味、いや、やっぱ乾燥が喉やられちゃったな。これなんで俺。あれ、骨からちゃいますよ。なんか何とか、まだ打てんじゃん。
アルバックスじゃなくてあれそれあれでしょうね、あのグラフテックの、ああそれをグラフテックのやつを無理くりあそこから掘り込んで、どっちかというとブリッジやな、もうちょっと広げて、あれはちょっとアメリカンですね、逆に原始人みたいな、ね、ラプシール、ああいいな、いくらフェンダーのラプシールね、フェンダーはフェンダー、フェンダーは51 あ、なんか飛んだね、今けん、あ、いいっすね、なんていうの、オリジナルピックアップス、オリジナル51 yeah, broadcaster broadcaster pick up alone $1,000 just the pick up yes、mm-hmm. how much?Yeah. How much is this? Oh. How much? Like $1,000. Thousand. What? $1,000. $1,000. Fender. 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 $1,000. Yeah. That's mine. 1,000. That's mine. 1,000. No, 1,000. That's original tuner, see? Mm. They just... So I put replacement, but this is original. Yeah, the plastic over the time, they just fallen apart. It's not bad. It's not bad.なんかに顔に似合ってますよ。いや結構機内持ち込みでいいんじゃない、積む必要ない、これは買う流れが来ちゃってるかな、いやいやいや明日も多分戻ってくるから、あマジですか、考えればいいけど、物として、いや物はいいっすね、うん、ネクストギターズショップ、あーなんだこれ、ギターズエンジェルシティギターズ、あ、いた、伊集院さん、え、あ、すごい匂いがアメリカン、ありがとうございます、うん、喉が、うん、喉がやばい、うん、あ、なんだ、 G&A? 違う、 L1 だよ、なんだ、ハイエンド系のギターショップなのかな、Hey, how are you? Hi. There's one of them. Welcome. Ah. じゃあ、お疲れっす。66年ありますよ。え、マジっすか。安いかもしれません。おー。ありますね。綺麗だな、これ。さあ、PRS。あれ？これはラフィーズギターなし。ギブソンなし。あ、M4 だ。うわ、かわいいですね。え？
これいくら？15,999高くね？本物ってこと？本物ってか本人が使ってたやつってことかな？ねえ、じゃがいとこの値段おかしいもん。ちょっと母親に送ります。あ、好きやん。うん、いいよね。なんか結構ハイテクな、ハイテクっていうかなんて言うんだろう、ハイエンドなものが多い、多いね。N4。あ、これも高いっす。本物か。ね。そんなに中古はなさそうですかね。あ、どうする？これソファーがあるんですね。おお、ナイスデザイン。どうなの？あ、64しますね、やはり。やっぱ相場的にはあんま変わんないですね。なるほど。ちょっとチラシを置いてもらおうかな。ああ、インペリアルギターです。Thank you. Hello. What can I do for you, Carlos? We are looking for guitars. We have them. Yeah, I know, I know. What are we doing here? 宮城学院で1回ピッチャーで取られてる。15万。12万で買って15万。It's a Parker 5, signed by Grand Funk Railroad. Grand Funk Railroad. 大好き。あ、メモリーマン。これヴィンテージかな。古いやつ。自家、自家。あ、自家電気。いくらなんだろうね。値段書いてない。今いくらするんだろう。500とか。もっとするか。4,895,4,5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 
Is it like an old one? No, it's a newer one. It's been in Taiwan. Yeah, it's a good one. まあ台湾しかないですから。台湾です。っていうのはね、サーキットがチップ。よく見たら、これすごいギターじゃない？エンペラー。